皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は大変元気にしております。さてさて、Yahoo! ニュースのニューとマークされているいわゆる最新ニュースをお届けしたいと思います。どうぞお聞きください。まず、国内ニュースです。広く危険な暑さに都心は今年一番かということですね。 皆さん、お気をつけくださいね。はい。本当に地図を見ても、真っ赤に染まっています、北海道の端っこ以外は。はい。次、22年度の税収、初の 70, 円70兆円超え。はい。ね。企業が儲かっているんでしょうね、多分ね。我々の給料も上げてくださいよって感じですけどね。まあ、給料上がってもね、所得税が。 入りますんでね。まあ、税収の増にはつながりますからね。はい、はい、はい、はいはい。次藤井竜王羽生九段を破り、八冠へ前進ということでね。いよいよ八巻ですが、早かったですね。ここまで来るの？そろそろ手が届きそうですね。はい、次国際ニュースです。iaea、e。 3カ国に処理水説明へ3カ国ってどこですか韓国と中国は知ってますけどあとはロシア北朝鮮どっちですかあのちなみに福島県で流そうとしている処理水のトリチウムの濃さそれの40倍以上の処理水を中国は毎日流してるんですよ何か所で、はい、なんで韓国は日本ばっかり攻撃するんでしょうね 意味が分からないですね。はい。科学的に行きましょう、科学的にはい。次、潜水艇派遣、破片、破片、引き上げ、中に遺体か。遺体があるんですか爆発したのに。えー、じゃあ、水圧、足かもしれないですね。はい。次、ワグネル放棄、市民が、 共感示したわけはいんでしょうかあなるほど。 なるほど、ウクライナ侵攻はエリートたちが私腹を肥やすために始めたものだと、それに対してブリコ人種はプリコジン氏は純粋に仕事としてやっているというところが違いがあるということですね、つまり政治腐敗に反乱、えー、しようとするプリコジン氏を支持しているということですね。はい、そのようです。 次、経済ニュースです。転職促すお祝い金 <laughs> 実態調査へ。<laughs> 何年で,でしょうね、お祝い金。まあ別にいいと思いますけどね、僕は。はい、山田電機で三菱の EV 販売へ。あとうとう EV は電化製品ということになったんでしょうか。<laughs> 掃除機みたいのにね、車輪がついてるから、ほら、ね、掃除機も車輪がついてるから。 円安が進行、くすぶる介入警戒か、介入はあんまりしない方がいいと思うんですけどね、私は、もう円は安くなっていくんですよ、もうこういう運命にあるんですよ、そしてその時が来たんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけれどもね、いよいよ席が破られるという、そういう時期なんじゃないかなと思ってるんですけどね、はい、はいえー、エンタメニュース、マドンナ。 救急搬送され ICU に入院何があったんでしょうね、はい、次歴史事務所と契約終了していた <laughs> 儲かってなかったんですかね売り上,上げ上げられなかったんですかね僕歴史好きなんですけどね、はい、猿之助容疑者出演 NHK が配信停止 まあ逮捕されちゃいましたからね。しょうがないですよね、これはね。はい。次、スポーツです。バルセロナ B の安部、浦和が獲得へ。森慎二さん命、名日思い、ぐ西武、増田。104キログラムの折、杉本。ランニングホームラン。 あ、オリックスのことですね、降りて。はい。104キロもあるんですか。すごいですね。が、ランニングホームラン。それはもう、走り終わった後は、はぁ、あ、はぁはあでしょうね。相撲力士が走ってるようなもんですからね、ランニングホームランで。<laughs> 軽めの相撲力士が。はい、はい、次。えー、ファイナルファンタジー16。全世界累計300万本を突破。 いやーまだまだですよ、300万本なんて。ファイナルファンタジー10は800万本売り上げてるんですから。はい。まだまだ、まだまだ。これからですよ。はい。Google 折りたたみスマホ、なぜ今いや、たまたま開発ができたからじゃないですか。はい。別に、それ以外の理由って特にないと思いますけど。はい。コンビニ、マイナ、あ、ここで昨日読みましたね。昨日読んだやつは、 ね、もう読まないんで、はい、次行きましょう、はい、都内の繁華街ネズミの大群相次ぐ、はい、都内の繁華街はゴミでいっぱいネズミの餌でいっぱいなんでね、はいはいはい、そういうことですね、はい、若者に広がる C 社体への害はこれね水分混じしてるんでね水蒸気なんでね危ないんですよ肺に。 肺がやられちゃうんですよ、はい。C 社は絶対やるもんじゃないと思います。あの、何ですか年を取ってこんなのつけたくなければ、はい、やんない方がいいと思います。はい、理科実験で緊急救急搬送、多発する背景。はい、換気が 昔は木造の校舎とかもあったんで換気が勝手にされてたんですけどしょうけど今は密封されてるんでねもう作りが良すぎるってことでしょうねはい、はい今日のニュースは以上でございます皆さんはどんなニュースが印象に残りましたか、うん、私はそうですね日銀が円安に介入してくるのかどうかというところが要注意だなと思ってますね もう日本のドルは日本,に日本国内にある日本政府はいや日銀が持っているドルには限りがあるんでそんなちょっとやちょっとのことでは介入しちゃいけないドルを減らしちゃいけないと思うんですよドルを売らなきゃいけないんですからだって円安を止めるためには円はこんなに日本銀行券をすってすってすりまくってるんですから 安くなるに決まってるんですよ、長期的には。いつか席を切ったように円安が始まるんですよ。はい。それが今回かもしれないわけですから、もうちょっと様子見てほしいですね。ドルが枯渇したらどうするんですかもうその後は、あ、何のやるすべもないんだ、日銀はってなっちゃいますよ。そしたらもう円安、歯止め。 完全に効かなくなりますよ軽自動車が2000万円とかになっちゃいますよ本当ですよ本当ですよはいもうそれを心配しますはいあの単なんか貯金預金だけで暮らしている方を心配してますはい私は投資してるんでね円安が進行してもどんどん価格は上がっていくだけなんではいなんかどん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 上がっていくなみたいな僕の資産があって その分物価も上がってるけどみたいな、はい、感じでいますけど、はい、その時はねもう同じ家に当分居座ってやろうと思ってますけど、はい、<laughs> 同じ家賃で、はい、家賃も上がっていくんでね、はいはい、引っ越したら,引っ越したらもうそっちの家賃はも,うものすごい高いわけですよ、はい、ちょっとやってらんないんで、はい、やってらんないってことはないですけど、まあね、できるだけ得したいじゃないですか。はい まあ家買った人はね、いいんでしょうけどね、ただ、金利上がりますからね、多分そうなったら。だから、住宅ローンの金利も上がるんですよ。はいはいはい。まあ、その辺は人の判断ということで。はいまあ、ただ、私は注目しております。はい。はい、この配信は以上となります。それではまた別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。